皆さんこんにちは。ニューロックフィッシュゲームのお時間がやってまいりました。今回はですね、対馬ね、日本海に浮かぶ孤島ですね、対馬やってまいりました。まずはですね、午後ちょっと時間が空いてるということでね、やってみたいなと思います。適当に来てみた堤防、ちょっと魚の気配はあんまりないんですけども、風もね今日はちょっと強いですね。まあやってみましょうね。もうパイロットルアーお約束のソリッドバイブ、ね、これはちょっと弱気な75と75、ちょっと小さめにしてみました。まあ水深もねそんな深くないし、別にすげえ釣れてるっていう情報で来たわけじゃないんですけど、来たことがなかった。堀本高石初上陸でございます。もうだいぶねやったことがない場所っていうのもだんだん少なくなってきててね、このやっぱニューロックフィッシュゲームはやっぱりこうなんか新しい何かをね、このコンテンツではお伝えしたいと思うんで、なるべくこう生き慣れた場所じゃなくね、未開の地やってまいりました。対馬なんか来たよ。いきなり来た。ホールホールホール、これはロックフィッシュじゃないけど、なんかそこ取ろうとしたら来ましたよ。なんでしょうか。横に走りますね。ひったくられた。初対馬で初フィッシュは何でしょうか。青物かな。なんでしょうか。ちょっと楽しみ、ワクワク。青物っぽいね。もうもうじゃね。もうもうじゃね。もうもうじゃね。わ、フック一本。フック一本。どうだ。抜けるか。おい。無事に。ここに階段がちょうどあったんですよ。いきなり来ました。青物でしたね。ね、ホール中にいきなりラインが走ってきました。ドーンってきました。初対馬は青物でしたね。なんかシーンとした海だからちょっと心配したけど、いきなり来ましたね。薩摩硫黄島でスジアラを釣れというミッションがですね、なんとやらかしましてですね、まあ、前回はよもやのスジアラのバラシのみで終わるというですね、ロケ隊を薩摩硫黄島まで引き連れて行った割には貧乏だったっていうですね、僕の中ではですね非常に悔しい思いをしましたんで、すぐにリベンジさせてくれというところで、割合今回はですね時間を置かずし、置かずじゃないです、時間を置かずしてすぐにまたリベンジマッチですよ、対馬ですよ。今回ねしっかりロックフィッシュ
ね、新しい、しかもロックフィッシュ釣ればいいっていうこのコンテンツじゃないですから、新しいロックフィッシュゲームを皆さんに提案できるかどうかっていうね、そこが結構僕としてはこのコンテンツのやりがいを感じてるとこなんで、モンスターショット95見ましょう。かっ飛ぶね、ジュバッっていう落ち方がもうもはやハードルアーの落ち方じゃないよね、ジェット天秤かなんかが飛んだような。もうヒラメなんかね大人気だもんね。デュエルのフィールドテスターのね山崎プロなんかもこの辺の使い手ですよね。俺もさ、もっとロックフィッシュでも使った方がいいんじゃないですかってこの間言われたんでもうちょっと積極的に投入するようにします。ですよ、すげえ釣れますから。いや別にあの分かってるんですけどみたいな、使ってくださいよ。基本あの彼江戸っ子なんですよね、生粋のね、でもう独特のこのいわゆる江戸っ子口調っていう、ね、提案でいい的なねまああの本職大工なんでね、まさにその大工の源さん地でいくようないや釣りうまいっすよ、一生懸命ヒラメねやってますよね。ついてくのやっとでした、一緒に行ったことある。ああもう砂浜歩くのが酔いじゃないんで、ホールなんでしょうか、モンスターショット。なんでしょうか、今度なんか違うな、大物じゃないぞ、今度はなんだ、出た、山崎さんの話してたら、あー、でかかったのに、でかかったね、でかかったですね今、あのコチでかかった、コチでした、おー山崎さんの降臨おりよっしゃ何やってるんすかって怒られるよねでかいじゃないっすか、ね、うち山崎さんの話してたらニューロックフィッシュゲームなのにソリッドスピン 22g。 うん、当たった、送った、やったロックフィッシュこれは文句なしでしょう。ロックフィッシュでしたね。これでロックフィッシュが登場しないということは回避できました、とりあえず。お、なんかジャンプしてるぞ、なんかエラー台してるぞこれ。今度は何ですか、シーバスじゃないですかこれ。エラー台してましたよ、華麗な、いろんなのがいますね。おお、ナイスシーバスこんなデイで、うわでっけ、うん、あそこに階段あるじゃん何やってんだよ、だって外れちゃうのも。
度はなんだ、今度はちゃんとあれ階段で撮ってる。あ、ほら本命本命本命結構いい当たりしたんだけどな今ロックウィッシュだってアクティブに食べるんですよ小魚。ありがとう。あさこ。まだ朝一でちょっとやや薄暗い感じなんですけども、スジアラがね、なんか船長曰く最近増えてるというところで、もう強気のバレットダイブ、もう 170F ですよ、僕のお気に入り。潮は右から左に流れてるね。どんな感じなんでしょうかね、この対馬。朝一のトップはね、ワクワクするね。バーンと出てこないかな。バレットダイブで一通り表層をね狙って、反応がないんでね、ソリッドバイブ行ってみます。これで一気に下を狙っていきます。よし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 来たぜ。これはこれはおめえじゃないのか。お、潜った。よっしゃ、上がってきた。これは潜ったってことは6位だ。上がらない。赤旗バイト取りましたよ。なんかすごい嬉しいんだけどなんかね、なんかあれみたいなタイミングで本命来てくれたからね。赤旗ありがとう。やっぱソリッドスピンの丁寧なボトムパンプですよね。地形を全体的に把握して、そしてキャッチ。よし。いい当たり。ういしょ。だいぶかわいいね。かわいい。ブレードに多分これバイトしてくるんだと思うんですよね。だからブレードにやっぱりフックのついてるこのブレードスピンはね、非常にフッキング率がいい。よし、来た。連発。完全に釣り方だね。ね、みんなリア、リアのブレードのところ、このキラキラしてるところね、送ってきてるんですよね。このブレードにやっぱりしっかりフックが セッティングされてるっていうのがね、多分このフロントフックだけじゃね、相当フッキング率が悪いと思うんだよ。
旗ですよ、ロックウィッシュですよ、これが。よし来た、よし、おお、グッズサイズ、グッズサイズ来ましたよ。ナイス、手前に根がね、おお、でかい、おっしゃー、これはいいっしょ、ソリッドスピン、やっぱブレードだね。ね、食ってる、いいバイトだったもん。赤旗連発ソリッドスピン 32g レッドヘッド、やっぱやってくれるよ、いい仕事しますよ。やりました、えい、ありがとう、やりました、また来い、えい、やったねー。とりあえずホッとしました。とにかく薩摩硫黄島かなりしでかして僕的には深い傷をちょっと負ったんで、まあ今回はね、対馬っていう未開のエリアなんだけど、ちゃんとロックフィッシュがね、狙って釣れるし、狙ってしっかり答えてくれた、これが最高ですよ。まずはね、よく言ったらキリがありませんから、はい、なんでしょうか、なんでも嬉しい今日は。オリモスさん、もっとロックフィッシュでも使った方がいいんじゃないですかってこの間言われたんで。